トベ平野の耀のインスタライブで横浜流れ星とのコラボを実現。優勝と未来を語る52番人の瞬間。皆さん、こんにちは。今回は、元キング・アンドスでトベ所属の平野紫耀さんのインスタライブが話題になっています。30日に行われたこのライブでは、なんと横浜流星さんとのコラボが実現し、驚異の52番人が主張しました。 一体どんな瞬間が広がったのでしょうか詳しく見ていきましょう。平野市用、インスタグラムの舞台裏に登場。30日の午後8時半、戸部所属の平野紫耀さんは、黒いキャップと黒 T シャツに身を包んで、自身のインスタグラムでライブ配信をスタートしました。首には洗練されたネックレスを身につけ、スクリーンを通じてファンたちと交流を図りました。 爆発的な参加者数とファンの熱狂。ライブは開始わずか3分で33万人が参加し、その40分後には44万人に到達。平野さんはこの数に驚き、やべえ44万人、東京ドーム何回分だろう、と笑いながらコメントしました。その瞬間、インターネットを通じてつながるファンコミュニティの力を感じました。 横浜流れ星とのコラボが実現。そして45分過ぎ、ファンたちにとって夢のような瞬間がやってきました。横浜流星さんとのコラボが実現し、一気に視聴者数は52万人にまで膨れ上がりました。横浜流星さんは、玉からにしかやんない。一人は苦手なんだ、と打ち明け、さらに、LINE をやめてみた、などと率直に語りかけ、平野さんに対して、 元気そうでよかったわ、飯でも食おうよ、と友情を深めました。平野さんも同世代の友達が少ないじゃん、と共感し、視聴者たちと共に未来について語りました。ファンの感動とコメント。このコラボに対するファンの反応は絶賛の嵐。コメント欄には、二人の素直なトークが最高。友情が感じられて本当に嬉しいといった感想が次々と寄せられました。 ファンたちは、平野さんと横浜流星さんの真摯な対話に感動し、彼らの友情を応援するコメントを投稿しました。結論。平野紫陽さんと横浜流星さんのインスタライブコラボは、ファンにとって夢のような瞬間でした。視聴者数52万人を超え、二人の素直な対話と友情がインターネットを通じて広まりました。 彼らの未来に対する話し合いは、ファンたちにとって大いなる感銘を与え、彼らの応援の意志をさらに強化しました。最後に、平野志耀さんと横浜流星さんに感謝の意を伝えたいと思います。彼らの素晴らしいコラボと友情に、多くの人々が元気をもらい、新たな未来への希望を抱いたことでしょう。これからも、彼らの活動を温かくサポートし続けましょう。 読者への挨拶。最後までお読みいただき、ありがとうございました。平野志陽さんと横浜流星さんの素晴らしい瞬間を共有できて光栄です。今後もエンターテイメント界の最新情報をお届けしますので、お楽しみにしていてください。また、二人の未来についてどう思われますかあなたの意見やコメントをお待ちしています。